高野槙は、松芽、高野槙科の日本の固有種。常緑針葉樹で高木となる。別名本槙。高野槙科は一属一種であり、高野槙のみを含む。かつては、世界中に広く分布していたが、新第三紀では、北アメリカで、後新世には、ヨーロッパでも滅び、自生集団は日本にだけ残存している。江坂照也による新日本考古学賞辞典によると、高野槙は日本及び韓国に生育しているという記述がある。しかし、韓国全北大学校の植物学者Byung-Yun Sun博士より、韓国に生育する高野槙は栽培個体であるとされている。この結果は、韓国環境省及び韓国環境省ナショナルインスティチュートオブバイオロジカル。リソーシズによるウェコテクノピア -21 プロジェクトの一環として行われたフローラオブコリアプロジェクトの中で編纂されたフローラオブコリア内にまとめられている。庭園に植栽し材木としても利用される。木付きの一つ。古代には官材として最上級とされた。弥生時代や古墳時代には木簡として用いられている。水に強くて朽ちにくいことから、現在でも湯煎材や橋梁材として重宝されている。和名は高野山真言宗の総本山である高野山に多く生えていることに由来する。また、高野山では霊木とされる。高野槙の高木常緑高木で高さ30メートル以上、直径1メートルに達するものがある。特に手入れをしなくても強塩水系の非常に整った樹幹を形成するため、造園木として重宝される。樹皮は若枝では赤褐色であるが、後に灰褐色に変わる。枝は一見して先端に葉が輪生しているように見えるが、実際には長枝の先端部に多数の単枝が輪生しており、その先に長さ6から14センチメートルの針葉がついている。葉には針葉の他に小型の鱗片葉があり、長枝の基部から先端部にかけて螺旋状につく。針葉は柔らかくしなやかで2枚の葉が合着するという極めて特異な形態が見られる。合着葉は先端がやや凹みでに刺さるようなことはなく、表面に鈍い光沢がある。葉の裏面には大白色の気孔体が見られる。花は雌雄こと花で早春に開花する。高野槙属は高野槙の一種のみからなり、かつてはスギ科に含めたが、現在は一種のみで、高野槙科とする。今でこそ、日本固有のトガであるが、かつて北半球全体に広く分布していた。第3紀には、ヨーロッパに多く分布し、現代で利用されている活版の起源となっている。また、北米では、化石が出土している。学名のうち、属名、サイアデピティスは、スキースとピティスの合成語で、輪生する葉が傘の骨に似ていることによるが、松科のもみとはそれほど近縁ではない。また、種名、バートシラタは、輪生するの意味である。高野槙の森福島県から九州までの産地に、野生する。岩尾根によく生育し、幅が狭く、まっすぐに突き出たような樹形を見せる。徳島県と山口県で、レッドリストの危急種。愛知県と宮崎県で準絶滅危惧の種の指定を受けている。愛知県新城市にある観泉寺の高野槙と宮城県大崎市にある宜興寺の高野槙は、それぞれ国の天然記念物に指定されている。栽培されることも多い。外国でもコニファーの一種として知られる。本槙とも呼び、犬巻に対比させる。材木としては丈夫で、朽ちにくく、水に強いなどの特性から、古代から高級な棺や水桶、箸食いなどの材料として多く使われている。古墳時代前期の前方後円墳の縦穴式石室に埋葬された巨大な木棺は、高野槙の巨木の丸太をくり抜いて作ったものが多かった。また、日本ばかりではなく、生い立ちが日本と深く関わっていた、百済の武寧王の棺にも、高野槙が用いられたことが、発掘調査で確認されている。箸食いとしては、船上箸で使われたものが有名である。高野山を中心に仏に備える花の代用として用いられており、名前もこれに由来する。高野山には、植林された高野槙の人工林がある。また、高の六木にも選ばれている。和歌山県では山での高野槙の採取が激しい。横絵はお供えに向かないので、特に上向きの先端が狙われる。そのため、入りやすい山の高野槙はすべて上が詰まった姿になっている。競い付きの一つの高野槙。2006年9月6日に誕生した秋篠宮家の悠仁親王のお印でもある。2006年9月6日に誕生した秋篠宮家の悠仁親王のお印でもある。2011年の大阪歯科大学の藤本らによる論文で、高野槙 68% エタノール抽出液中の G イソプロピルエーテル層、ヘキサン層、酢酸エチル層に抗菌効果が認められることが証明され、これを利用した歯磨き用ジェルなど、オーラルケア用品も販売されている。これは開発者が発毛剤の開発のための研究の副産物として見出した効能であり、大阪歯科大学に分析を依頼して有効性が証明された。ありがとうございます。